セーナーサは、11世紀末から13世紀半ばに、かけて、ベンガル地方に存在していた王朝。首都はナバドビーパ。セーナーサの王族は、南方のデカン高原に起源を持つ。11世紀に、カルナータカ地方より王兵あるいは侵入者として、ベンガル地方に移住し、この地に定住した。彼らは、ラーダー地方を拠点とし、 実質的な建国者と評される三代目のビジャやセーナの知性にパーラアサの衰退に伴って勢力を拡大する。ビジャやセーナは東ガンガ町と同盟し東ベンガルのバルマン町を滅ぼしミティラーの王ナーニアデーバを破って国をベンガルの強国に成長させた。ビジャやセーナの子であるバラーラセーナは1162年頃にパーラアサの最後の王。 ゴービンダパーラを破り、王とガウラを併合する。五代目の王ラクシュマナセーナは、周辺国のガウル、カンプラ、カリンガ、カシトの戦争に勝利し、ベナレ氏を支配する、ガーハダバーラアサの侵入を退ける。ラクシュマナの勝利を称える碑文が、ベナレス、ガヤー、アラーハーバードなどに建てられ、パーラアサと、同じく施設を中国に派遣し、海洋交易が促進された。 しかし、12世紀末より王朝の衰退が始まり、1196年には、フグリー・ハワグチ部のドンマナ・パーラが独立状態にあった。1202年に、北西インドのイスラム王朝である、ゴール・アサの軍人、ムハンマド・バフティアール・ハルジーの攻撃によって、西北ベンガルを喪失し、ラクシュマナは、ショナルガオンを中心とする南東ベンガルに拠点を移した。 以降、セーナ朝は、南東ベンガルを領有する小勢力として、存続するが、残存勢力も13世紀半ばに滅亡した。ビクラマシラーデラの死先に、ベンガルの大部分を支配していた、パーラーでは、仏教が手厚く保護されていたが、セーナ朝では、ヒンドゥ教及びヒンドゥ教美術が保護された。バラーラ・セーナはヒンドゥ教を厚く信仰し、彼の下で、 ベンガル地方におけるヒンドゥー教の最初の布教が開始され、伝承によれば、ベンガル地方でのカーストが整備されたのは、バラーラの知性とされている。バラーラは、王の権威を増すためにバラモンを徴用したが、高い地位についたバラモンたちが台頭すると王権に、彼らの影響が及んだ。王都には壮大なヒンドゥー寺院が建立されたが、14世紀にイスラム教徒によって破壊され、 寺院の石材は、モスクの建材に転用された。一方で、パーラ・アサで栄えた仏教は不遇の時代を送る。仏教徒は、ヒンドゥー教に改修し、あるいは僧侶と共に、他の仏教国に移住した。1203年に、ゴール・アサの軍隊によって、インド仏教の中心地であったビクラ・マシラーデラが、 破壊され、多数の僧侶が虐殺されると、インド仏教は終焉を迎える。ゴーラッサの侵入後に、多数の仏像がチベットに亡命し、その中には、チベット仏教の一派であるサキャ派の指導者サキャパンディタに、愚足会を授けたカチェ、タンチェンシャーキャシュリーパドラも含まれていた。この時代には、地方語である、ベンガリー語に発達が見られた。 歴代の王や高官は私文を愛好し、彼らによって学芸は保護された。聖な長期のベンガル文学を代表する人物として、サンスクリット叙情詩ギータ・ゴー・ビンダを表した、宮廷詩人ジャヤデーバが挙げられ、ギータ・ゴー・ビンダは、ベンガルにおけるクリシュナに対するバクティ信仰の流行に寄与した。また、四大王、バラーラ・聖名は、文人王としても名高く、 サンスクリットによる作詞を多くした。サーマンタセーナヘイマンタセーナビジャヤセーナバラーラセーナ、ラクシュマナセーナビシュバルーパセーナケーシャバセーナラクシュマナ、より後に即位した王は、相互の関係、在年念について明らかになっていない。ナバドビーパ以外に、東ベンガルのビクラーマプラ、北ベンガルのラクシュマナーバティ、ラーダーのビジャヤプラといった。 複数の首都を持っていたとする意見も存在する。エスチャンドラによれば、ナバドビーパの陥落した年は1204年である。ABC 堀口バングラデシュの歴史2000年の歩みと明日への模索、51ページ、見た、南アジアにおける中世的世界の形成、南アジア史に、36ページ AB 山崎、セナ朝、南アジアを知る、時点収録エスチャンドラ、 中世インドの歴史、37ページ、堀口、バングラデシュの歴史2000年の歩みと明日への模索、62ページ、堀口、バングラデシュの歴史、2000年の歩みと明日への模索、36ページ、小絵塚、パーラ製ナチョウ美術、南アジアを知る、時点収録、堀口、バングラデシュの歴史2000年の歩みと明日への模索3 6ページ小江塚パーラーナ町美術南アジアを知る辞典収録堀口バングラデシュの歴史2 0 0 0年の歩みと明日への模索51から52ページ、 堀口、バングラデシュの歴史2000年の歩みと明日への模索、54ページ、AB 山崎、ヒンドゥー諸王国の攻防とヒンドゥー文化、南アジア史、147ページ、南アジア史に、付録97ページ。ありがとうございます。